はいどうもこんにちは。今回から始まるリリックビデオを作ろうシリーズということで音楽の歌詞に合わせて文字を表示する方法をいくつかご紹介していきます。もちろん歌詞だけではなくてモーショングラフィックスやタイトルを表示する上でもかなり使える効果ですので早速テクニックを紹介した動画を一つ一つ見ていきながらあなたのオリジナルリリックビデオを作ってみてください。 今回の動画ではポップのテキストアニメーションを見ていきます早速基本的な作り方を見ていきましょうアクションまずは新規コンポジションを作成して名前をポップアニメーションという風にしておきますその名の通りテキストがポップしていきますその前にまずは文字の後ろに置く背景を設置していきましょう ということで、右クリックから新規平面レイヤーを選択しますが、ショートカットキーを使う場合は、Mac ならコマンドプラス Y、Windows ならコントロールプラス Y を押して平面を作成していきましょう。名前はバックグラウンドとしておきます。こんな感じで素早く編集していくためにも、なるべくショートカットキーを使うようにしていってください。 まあ、幅とかは勝手にコンポジションのサイズになっているのでいいとして、色をここでは設定していきましょう。まあ、背景の色なんですが、ぶっちゃけ後でエフェクトをかけるので、ここは何色でもいいです。ってことで、これで OK。じゃあ、宣言通りこいつにエフェクトをかけていきましょう。エフェクトというのは、まあ、一種の魔法みたいなものです。ウィガーディアムレビオーサーって呪文を唱えたら、物体がふわふわ浮くような魔法です。 画面上部のエフェクトのところから描画へと進んでいってグラデーションを適用してあげましょう。このエフェクトは呪文の書みたいな感じでワクワクしますね。お金を払ってプラグインというのを入れればこの呪文の数も増えていきます。まあ、このグラデーションを調整するときにはエフェクトコントロールで操作していきます。まずは白と黒の色をそれぞれ変えていってみましょう。まあ、ここら辺はあなたの作りたい背景によって変えてみるといいですね。 さあ、続いてはグラデーションのシェイプのところを直線状になっておりますが、放射状に変えておきましょう。すると丸い感じのグラデーションがかかりますね。そして下の色の交換を押すことによって、開始色と終了色の色を反転させることができます。するとスポットライトを浴びているかのような背景が出来上がります。 この色の明るい部分を動かしていくには上のぽっちりを動かすことによって明るい部分の中心を動かしていくことができるようになります下のぽっちりは半径の調整ですぽっちり同士の間隔が広いと半径が大きくなってぽっちり同士が近くなると半径が小さくなりますまあ、このぽっちりを動かしていきながらいい感じの背景になるように設定していってください色なんかも改めて設定するといいかと思います さあ、それではここからテキストを追加していきましょう。もちろん先ほどと同様に右クリックから新規テキストを作成していくこともできるんですが、作業効率を上げるためにもショートカットキーに慣れていきましょう。ってことで、コマンド・コントロール・プラス・ T を押すことによってテキストを記入することができます。はい。まあ今回は歌詞の一部を記載しております。 そしてコマンドプラス A で全て選択しておいて、ここのメニューから文字のフォントを選ぶことができます。その他のサイズなんかは適当に決めていってから、そうしたら整列のところで文字の位置を真ん中のところに持っていっておきましょう。さあ、これで準備は OK。ということで、この文字を単語の数だけ複製していきます。 複製するときは上のメニューの編集から複製を押すことによって同じレイヤーを増やしていくことができますが毎回ここを押すと面倒なのでショートカットキーのコマンドプラス D を3回押して合計4つ複製していきましょう。これは単語4つだから4つですね。そうしたら一番下のテキストレイヤーを選択した状態で上の長方形ツールというのを選択しておいてから1文字目の i を長方形で囲んでいきましょう。 これでテキストに対してマスクをかけることができます。レイヤーの中にもマスクって出ておりますね。マスクとは何ぞやっていうのを説明しますと、このソロスイッチを押すとわかるかもしれませんが、さっき四角形で囲んだ部分だけが表示されておりますね。ちなみにソロスイッチはそのレイヤーだけを表示するボタンです。まあ、こんな感じで部分だけを表示できるマスクを使って、これから残りの単語も同じように囲んでいきましょう。 英語の勉強にもなりそうですが、remember は思い出すとかいう意味ですね。そして、the があってからのオーシャン。まあこれは海とか海洋のことですね。はい、これでそれぞれの単語をばらすことができました。ただ、これからアニメーションをかけるためにはアンカーポイントがずれてしまっていますので、それぞれのアンカーポイントをずらしていきましょう。 ってことでアンカーポイントツールを使っていってそれぞれの単語の真ん中のところにアンカーポイントを持っていきましょう文字数とかで真ん中を把握すると良いのではないでしょうかはいこれで全部設置が終わりましたではこの全てのメニューは一旦閉じておくことでそれぞれの準備が整いました ここからは前回ご紹介したようなアニメーションを自由にかけていってもいいんですが、今回はスケールのアニメーションをつけてポップアップを作っていきます。テキストすべてを選択してキーボード S を押すことによってスケールのメニューが表示されます。このスケールの数値をどれか一つ0にしておくことによってすべてのスケールが0へと変わります。 これでスケールアニメーションを始めたいところでストップウォッチをオンにしておくとすべてのテキストのキーフレームアニメーションの準備が出来上がります。はい。これでタイムラインを少しずらしておいてからシフトキーでまたすべてのテキストを選択した状態で文字の大きさが100%よりも大きめに設定しておきましょう。そしてその状態から少しだけ動かしておいてから最終的に表示させたい大きさにまでサイズを変えていきましょう。 これで見てみると文字が一瞬だけ大きくなって定位置に戻るポップアップアニメーションが出来上がりますちなみにこのポップを何回もすることでボヨンボヨンしたりしますが今日のところはワンポップで我慢しておきましょうそしたらこのポップの動きを全て滑らかにするためにもイージーイーズのアニメーションを右クリックから加えていきますそしたら英語の文字が左から表示されるようにこのキーフレームの位置はそれぞれずらしておきましょう こうして階段状にしておくことによってアニメーションのタイミングをそれぞれずらすことができますね。さあ、滑らかにポップするテキストということでいい感じではないでしょうか。はい。そしたらこのテキストのアニメーションはこれで OK ということで4つのレイヤーを選択しておいてから右クリックからプリコンポーズをしておくことによってこのレイヤーたちをそれぞれまとめておくことができます。 名前はテキストアニメーションにしておきましょう。まあこんな感じでプリコンポーズを増やしていけば音楽の歌詞を表示していくことができるんですが、これからこの文字を同じ動きで消していく方法を見ていきます。この作り方は簡単です。今選択したプリコンレイヤーを右クリックを押して、そこにある時間のところの中のタイムリマップ使用可能というのを押してみましょう。 これは何かというと、時間の進み具合に対してキーフレームを表示することができる機能ですね。これを見てみると2秒ちょっとで全ての文字が表示されていますので、ここでダイヤを押してキーフレームを打っておきましょう。そうしたらしばらくして時間を巻き戻したいんですが、一番最後のキーフレームは削除しておきます。今打ったこのキーフレームは2秒のところに動かすことによって若干スピードは速くなります。 そして4秒のところで最初に打ってあるキーフレームをコマンド C でコピーしてペーストすることによって最初の時間に戻る、つまり逆再生をするアニメーションを作ることができます。それではこれで最初から見てみましょう。テキストが表示されてやがて逆の動きで消えていきます。ちなみに最後のキーフレームの位置を真ん中に近づけることによって最後に消えていくスピードは速くなっていきます。 さあ、最後にこの文字に対してモーションブラーをかけるために、プリコンポーズをダブルクリックして中身を表示しておいてから、すべてを選択しておいて、モーションブラーにチェックをしておいてからの上のモーションブラーの設定をオンにしておきましょう。これで戻って見てみると、すべての文字に動きにブラーがかかるようになっています。 まあ、この繰り返しでポップアップのアニメーションが完成しますので、こんな感じの動画を作るだけで音楽配信チャンネルを作ってみてもいいかもしれません。はい、ということで今回の動画は以上です。楽しんでいただけたでしょうかもし少しでもためになったなと思ったらチャンネル登録をして感想や気づきをコメント欄のところで教えてください。また、こんなことをやってほしいという提案もあれば作成していきますのでお伝えください。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。 スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれいつか会える日を